カイル・リチャード・フリーランドは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の、プロ野球選手。左投げ左打 MLB のコロラドロッキーズ所属。1993年にコロラド州デンバーで生まれ、同年に創設されたコロラドロッキーズのファンとして育つ。2011年の MLB ドラフト35巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、 この時は入団せずにエバンズビル大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト一巡目で、ロッキーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グランドジャンクション、ロッキーズで、プロデビュー。A 級、アッシュビルツーリスツでもプレジ、2球団合計で10試合に先発登板して3勝、0敗、防御率1.15。 33奪三振を記録した。2015年は、ルーキー級グランドジャンクションと a 級モデストナッツでプレジ、し、2球団合計で9試合に先発登板して3勝2敗、防御率4.05、28奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。二千十六年は、a 級ハートフォードヤードゴーツとトリプル A 級。 アルバカーキアイソトープスでプレーし、26試合に先発登板して11勝10敗、防御率3.89、108奪三振を記録した。2017年4月2日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。同じく新人のアントニオセンザテララと共に開幕から先発ローテーション入りし、本拠地クアーズフィールドでの開幕戦となった4月7日の ロサンゼルスドジャース戦にて先発でメジャー初、登板すると、6回1失点の好投で、初勝利を挙げた。ちなみに、故郷での本拠地開幕戦でデビューして、勝利投手になったのは、1966年に、カンザスシティアスレチックスのチャック・ドブソンが記録して、以来、51年ぶりだった。7月10日の本拠地でのシカゴ・ホワイトソックス戦では、9回、1アウトまで、 無安打で抑えるも、126球目で、メルキー・カブレラに安打を許し、同球場での野茂秀夫以来21年ぶり2度目の、ノーヒットノーランは惜しくも達成できなかった。オフの新人王の投票では7位になる。2018年は、チーム最多となる17勝に加え、ロッキーズの球団記録となるシーズン防御率2.85の好成績を残した。年は、 デフ長に陥り、昨シーズン更新した防御率も6点台と、スターターとしては見る影もなく、自身最小となる3勝となった。スリークォーターから、最速95マイルパワー、平均92マイルパワーの速球を中心に、平均86マイルパワーのスライダー、平均86マイルパワー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。